姫日陰は、蝶木縦葉蝶か蛇の目蝶赤に属する蝶の一種。羽裏は、茶色地に、中央に、銀門を排した金管の蛇の目模様が、はっきりと並ぶ。甲子裏では前縁に一つ、外縁に沿って正代代将と四つの金管が現れ、地域によってはこの四連金管の内側には、高褐色の帯が平行にかかる、個体群もある。金縁種に、白帯姫日陰がいる。 北海道にのみ生息し、反問はかなり異なるので区別は容易。主に完成草原に生息するが、ゴルフ場の開発などによって、絶滅に追い立てられている。成虫はあまり花は訪れない。幼虫の植草は、日陰すスゲ、ヒすげ、青スゲ、少女スゲ、スゲなどのかやつり草、荷植物、稀にすすき。卵は、植草の葉や茎、あるいは、植草付近に独立して産み付けられる。 年一過星で、成虫は6から7月にかけて発生。越冬体は三例幼虫。ユーラシア大陸中北部に分布する。日本では、生息地は、局所的に分断されている。長野県異性の本州中部、近畿、中国産地。分断されて生息しているため、いくつかの地理的変異がある。本州中部アシュ、c o ンライファー、本州西部アシュ、 CO ローティアス、ありがとうございます。